よろしくお願いします。マイトです。タイムトラベルガールのキャラクターを使う許可がもらったので、はいはい、キャラクターの設定を使って今回はマリちゃんをオリジナルポーズを変えてみましょう、はい、今回は全身オリジナルポーズを変えてみます、はい、でマリというキャラクターは結構元気なキャラクターですよね。そうですね、うん、どんなポーズがいいですかね。あと何通しいんですか。こういう場合は1、2、3、5等身、6等身近くですね。髪の毛のボリュームがまあ、ね、こんな感じになるんですが、すごい、まあちょっとあの位置を調節させてもらったんですけど、あまあ大体これくらいのフレームなんで、はい、これだとちょっと上に上がりすぎなんで、まあこういう感じに。すごいちなみに例のあのアーミラリーコンパスっていうらしいんですけど、まあ思ったより小さいで、ギャグにしたかったらこれ飛び散る汗そんな大きくなるんだ、ええ、へえ。比べると、はい、私の絵がどこが一番間違えてるっていうか、体がかかってるなら、浮いてるなら、うん、こういう形になりそうだけど、こっちの方が落ちてる、うん、体がいって手が追いかけるっていうか、ポーズの付け方は人それぞれなんですけど、まあ自分は描くんだったらこっちの方かなっていう感じで描きました。なるほど。腰っていうか、うん、ここでも足が結構離れすぎて、はい、これとっても好き。この足がカメラに近づくパースを使って、まあうん、持って落ちてる感じになるんだ。いろんな靴の角度の描き方とか書いておくとこういう時に便利なんだ。ですよね。で、私が結構そのまま洋服を写ったので、洋服はそんなに落ちてる感じになっていないけど、なびかせるためにあのこういうところとか、そ
ホール裏を見せたり、でリボンはちょっと上の方に持っていったり、ここはちょっと困ったんだ、うん、髪型が設定のままでこういう風に回ってるけど、髪は風とかの影響を受けるものですから、まあそれなりにリアクションはさせとかないと。そうですね、お人形さんだとこうだけど人間だと斜め、あ、なるほど、なるほど、まあその付き方を意識しながら描いた方がそれっぽく見えるかなと。なるほど、ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。タイムトラベルって感じは、はい、落ちてる、こういう落ちてるポーズを描きたいです。私の描き方は結構アンオーソドックスですか、うん、まあ人それぞれですからね描き方は。自分で絵を描いてて、日本で何を教えてもらってるんですかねとずっと思ってたんだ、うん、海外で結構日本人はみんな絵が上手いと思われてるんです、うん、日野井さんはデジタルで絵をたまに描いてますか？描き心地が本当に感触が悪いんでそうですね、 iPad Pro は結構感触良かった、ね、あ、良かったですね、うん、私結構 iPad Pro が好きです。デジタルでよく描くといろんな良くない癖がなります。そういうの、アンドゥーとかあとこれセレクトして大きさ変える、うん、マリーは結構垂れ目って感じですかね。そうですね、もう少しその性格が、それだけで萌えになりますか？それだけではならないかなこのサイズの絵ですからそんなに細かく描き込むことはないですよ。あ、わかりました。結構マリーの手が見えない、袖が長く描いてありますね、うん、ありがたいです足のポーズでもっと女らしく落ちてる感じになった。そうですね、ここの、ね、距離があんまり離れすぎるとそう、今日本で放送中のタイムトラベルガールの設定を使う許可をいただきましたので、今回は素人とプロの比較チャレンジをしたいと思います。ここの部分は忘れてましたね。このハイライトの入れ方なんですけども、はい、ガイドラインでこういう線を入れておくとそれに沿って描けばいいから描きやすいです。